皆さんこんばんは。月曜夜8時のお楽しみ、ジミーとイカしたあいつ、いや、ありがとうございます。早速、コメント入ってるというですね、素晴らしい状況ですよ。あ、カレンさんありがとうございます。あ、カレンさんじゃない、カレン推しの飛天さんありがとうございます。素晴らしい、もう初めて見る方には、いきなりのアクションであれですけどね。はい、そんな今日のゲストはペペン、第89回ゲスト、ミュージシャンのルースルースさんです。イエーイ、イエーイ、よろしくお願いしますね。まあいわゆる弾き語りのね、ミュージシャンという方でですね、まあ、私の番組は弾き語りの方が出ることが多いんですが、いろんな方がいらっしゃるんで、そのいろんなっぷりをですね、ここでちょっと、ルースルースさんはどんな感じで演奏、そして、歌われるのか、ご覧になっていただければと思います。全然しょぼいですよ。いやしょぼい人呼ばないから。いやマジで。しょぼい人呼ばないから。そうですか。プレッシャーなんだ。いやぜひお願いします。じゃあ曲紹介と、はい、はい、ちょっとメガネ変えます。グラさん合わせたんでしょ。合わせたんでしょ、グラさん。一応お揃いで。お揃いで。いつもこっちだから。そうなんだ。そうなんだ。ありがたいことですよ。じゃあ、お別カメラ来ますね。今ちょっと準備中、いろいろ準備中です。はい、よろしくお願いします。I'm gonna go get some more.
カリビアングリーンワゴンでした。カリビアングリーンワゴン、かっこいい。めちゃめちゃアメリカンっすね。あ、コメント入ってますよ。イエーイイエーイイエーイですよ。もうね、みんなイエーイしか言ってないですよ。もうね、でもね、それ正しいと思う。いや、イエーイって感じしますよね。まあちょっと、はい、賑やかな感じがいい。素晴らしいですね。ええ、なんていうかこう、まあ、日当たりの人っていうとなんかこう繊細な、ね、あの指使いの人もいれば、こういうなんていうかこう爽快なアメリカンな香りのするルースルースっていうこのね、いわゆるお名前もちょっとアメリカンな匂いがするんですか。ルースルース本名じゃないでしょ。私違いますよ。ええ、なんでそのこの名前になってるんですか。いや、まあ、なんだろう、全然こういう感じでね、活動しようなんて全然考えてなかったもんで、はい、まあ、ルースターズって日本のグループで、ね、はい、まあ、それに似たような感じがいいかなと思って、ええ、うん、それでまあ、もう本当友達と、うん、始めて、で、まあ、自分一人立ちして、はい、で、まあ、路上でやってたら、たまたまね、知り合いができて、はい、で、自分ライブハウスで歌うなんて、これっぽっちも思ってなかった。そうなんですか、はい、ってなかったもんでね、まあ、こういうご縁で、まあ、ジビさんと。いや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 。なんで、ルースルース、本当別に意味はないです、あんまり。まあ、ルースターズが好きだから、まあ、そんな感じでちょっと、まあ、ルースターズのルースは大事なところだから2回言ってみたみたいな。なるほど。まあね、後からね、もし CD ができて、並んだ時にルースターズの前か後ろに並ぶかな、なんて。ああ、いいっすね、それね。それいいわ。まあ、全然それ後付け。なるほどなるほど。ね、最初はバンドをされてた。いや、バンドはねしてないです。学生時代にバンドはやったことあるんだけど、はいはい、それ以降社会人になってから音楽活動って全然してないんですよ、僕。あ、そうなんですか。で、本当に5年前ぐらいに、ちょっとやっぱ音楽が好きなのでね、はい、死ぬまでには一回やっぱちょっともっかい音楽やりたいなと思って、はい、バンドって無理でしょう、なかなか難しいですよね、人を集めるのもそうだし、はい、で、まあね、ゆずとかなんとかそういうのもいるから、まあ、ストリートで、ね、やるとこしかないななんて思って、まあ、はい、アコギ買ってね、でオリジナルもまあ昔作ったのがあったもんで、はい、まあ、そんなのやってたら、まあ、仲間が増えてって、ね、って感じですよ。だから自分でもそんなね、ライブハウスも出たことなかったし、はい、たまたま知り合いの人たちがね、ライブハウス一緒に出ますよ、おいやいやいや、ライブハウスなんてそんなの無理ですよみたいな。から、ね、やってんのに、路上で思いっきりやってんのに。だって全然しょぼかったですもん。あ、今でもそんなに大したことない。いや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 、ね、そうで、最初に僕らが会ったのはウーフーでしたっけ。じゃあのね、サナ草原ですよ。草原か、うん、あ、一人でできるもんだったかな。そうそう、あ、なるほど、一人でやるやつ。でジギさんの噂は、まあ、はい、まあ、周りのみんなから聞いてて、ね、噂はいはい、おかしなやつがいるぞみたいな。そうそう、おかしなやつがいるぞ。否定しないしね。いや本当で、まあ、なんかテクノ、はい、そうですね、っていうのはそこまではね知らなかったけど、まあ、どんな人かなと思って、はい、見たら、すげえかっこいいもんで。ありがとうございます。いや、マジで。はい、なんかもう、これぞ、静岡のアンダーグラウンド。ああ、なるほど、なるほど。まあ、静岡のっていうかね、かなり全国的にもアンダーグラウンド色強いと思いますよ。はい。でもね、僕好きですよ。ありがとうございます。ねえ。だから、そこでね、まあ、草原か、で、ウーフでも一緒にやらせていただいたかな、うん、確か。確か、一緒にやらせていただいたと思う。ジギさんね、ちょこちょこね、いろんなとこで会うからね。そうですね。まあ、ストリートフェスティバルでも会うし、はい、結構ね、パルコで会ったりとか、ね、ああ、ありましたね、ありましたね。どうも丸井の方から歩いてくんじゃないかなって、お買い物好きなんですけど、パルコとかはね、パルコはよく行きますね。アニメートもあるし。でね、ジミーさんね、目立つんですよ、ね。そうなんですか。あのね、やっぱ、オーラが。だって普段はこう、サングラスしてなくて、はい、まあまあ、まあそうですね。すぐ分かるんです。おみたいな。なるほど。すぐ分かるんです。ありがとうございます。なんか、ありがとうございますって言っていいのかどうか分かんないけど。あ、はい、チーズ。あ、いや、
いやそう、うん、だからなんか1年に 2,3 回はいつも毎年会ってるような気がする、まあそうですね、いろんなところで声かけていただいたりとかねあの偶然会うとかはありますよやっぱり、ね、なんかお互いなんかこう仕事の時とか、うん、なんかいわゆるこう普段の格好で会ってるとちょっと恥ずかしいですよね、あれね、ミュージシャンがライブハウスとかストリートとかで、うん、じゃない空間で会うのってなんかちょっと独特の間がありますよね、うん、おみたいな、あのやっぱねシャイな人が多いもんで、自分一緒に弾き語りやってる人なんか、はい、やっぱねどっか会うでしょ、はいはい、それこそスーパーとか、で俺なんかすぐ声かけたんだけど、はい、なんかねすごくいつも一緒に遊んでるやつなのに、恥ずかしがって逃げてるあとお互いの認識がこうなんかワンテンポずれるんですよね、そうそうそう、これは誰みたいなでやっぱねあのステージ降りるとみんな地味ですよね、ああそうありますね、ジミーさんはね なんであんな目立つのかなって不思議なんだけど、はい、いやまあ仕事してる時は結構まともっすよでも、まあねあのプライベートではねやっぱこうなんだろう、さすがにここまでねあのステージ衣装ではないけれども、うん、それなりにやっぱちょっとこうまあまあなんかあの40半ばのおっさんはそういう格好しねえだろみたいな格好して歩いてるからサクさん俺より年上なんすよ、そうですよ、いいんですか年齢言っちゃって、あのね、年齢別に隠してるわけじゃないんだけど、はい、あのライブとかでさ、はい、会った時に言ってみんなに驚かれるのが楽しみ、ああなるほど、まあ、あのジョニー・デップと同じ年、はい、ジョニー・デップと同じ年って、うん、いいとこついてきますね、ジョニー・デップと同じ年、まあそんな感じの年ですよ、すごいっすよね、まあねジョニー・デップもええ加減若く見えますけどねいやでもミュージシャンって若いんですよ、あれ、ね、若作りもちろんしてますよ、いや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 、だからね、うん、こうねアンチエイジングをしたい人はねミュージシャンになるといいと思う、ああ、うん、そうそうそう、でライブハウスのこうなんか光をとか浴びたりとか、うん、あのストリートでこうみんなに囲まれたりとかすると、うん、なんかちょっとこう肌つや良くなりますよね、うん、なりますよね、であの去年よりもあの今年すげえ若くなったって、はい、もうね、あ、始めたばっかの人とかもだ、はい、どん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 成長していくと、もう見た目が、あ、そう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 、だからキャリアがどんどん上がっていくと年取っていくはずなのに、うん、なんか若返っていくんですよね、うん、まあ、人に見られるみたいな感じで、自信とかなんかそういうのも多分、ね、だからダメな人は逆に落ちて、あ、なんかどん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 老け込んでいく人もいますけどね、なんかあのブルースをやる人とかどん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 老け込んできません、ね、なんかだんだん声がしゃがれてたりとか、ええ、それはまた違う意味でいい枯れ方していくんですよ、はい、ねえ、そうそう、だから僕らもほらあのおなんかよくねあの面白いけど何の役にも立たないって言われるからこの番組もちょっとこう面白くて勉強になる感じを目指そうかなと思って、ええ、そうだからアンチエイジングにこう いい番組そうやっぱ人前に出るっていうのがなんかあれかもしれないですよね、そうっすね、それは本当思いますよ、この前ねアイドルのイベントに混ぜてもらったんですよ。で、コメントもね、今ね、コメントしてるのはアイドル好きの方々がすごい見てくれてて、あの、コメントしてくださってたりとか、あとなんていうか、こう、あの、産休中のアイドルの方も、あの、イエーとか言ってくださってますけど、本当にだから、もう光輝いてるんですよね。ええ。だからね、このアイドル、アイドル、いわゆるインディーズアイドルの 人たちって、うん、まあ言ってみりゃ、そんなにね、めちゃめちゃ若いわけじゃないと思うんですよ。高校生とか中学生とかではない。うん、それなりにみんな仕事をしながらアイドル活動も頑張ってるんだけど、もう全然、うん、もうね、中学生とか高校生の子たちと引けを取らないぐらいピカピカなんですよね。うん、すごいことに、うん、アイドルを応援してる人たちも輝いてるんですよ、うん、あれすごいっすね、うん、マジかっこいいですよ、うん、でよく対バンとかでね、いたりしますもんね、そうそう、アイドルの女の子、ね、もうピッカピカっすよね、うん、だからねこうねやっぱねあの、まあ、若返りとかアンチエイジングとかで私もなんかこう年齢とかそういうものが気になるっていう人は、うん、ライブハウスに、まあ、ステージに立つのはあれでも行って、うんうん、行ってうわーってこうやると若くなるような気がする、うん、うんうんね、だからさ、まあ、ルースルースさん、普段僕らサクさんって呼んでるんだけど、うん、サクさんが若いのも、それだと思う。若作りプラス、その、ステージの力だと思うんです。そうかもしれないですよね。ねえ、うん。
そう。それは大いにあると思いますよ、ね。いや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 。で、また、で、友達多いんだ。友達多くないです、俺。いや、だって、今ここに手、お手元に、ルースルース作 CD があるじゃないですか。うん、こちら。ね、いつも。ここに参加してもらう。ものすごい参加ミュージシャンいるんですよ。じゃあこれね、ええ、もうね、俺がね、無理やり頼んで、ええ、よくみんなに言われたまに今ほんのなって言われるんだけど、はい、もう無理やり付き合わされた結構ね、でもほらみんな最初知り合ったばっかだったので、みんなも俺のこと新鮮だったのかなんかしないけどね、喜んでやってくれて、あの時参ったよみたいな感じになるんだそう、今そういう声を聞く。なんで、ね、今2枚目セカンドアルバム作ってるんですけど、同じ人、はい、もういいやとかって言いました、はい、いやいやいや、アイドル好きの あの秘伝さんが輝いてるのはただの油汗ですって書いてあるそれ言っちゃダメだから ね, ねそれ言っちゃダメで確かにね、だんだんテカってくることありますけどね、テカりますよ、もう確かに、ね、でもね、逆にこの乾いてきちゃったら、ある、なんかね、もうね、塩塩になる時ある、うん、ライブの時にもうね、ふげふげ込んじゃって大丈夫みたいな感じでね、うん、まあまあですよね、もうなるがままですよね、そうっすよね、でもね、そう、なんかね、こうね、僕らも結構ミドルエイジじゃないですか、ミドルエイジもうちょっと、ね、もうミドルエイジもなんかちょっとね、オールドエイジになっちゃってる、足踏み入れてんだけど、でもね、本当にね、友達は増えるし、うん、友達は増えるし、なんかもう光り輝けるしね、うん、まあね、だからね、ライブハウスの勧めみたいなものはね、ここの番組ではね、やっぱ言ってるところありますわ、うんうん、それこそ今どこのライブハウスでもほら、オープンステージみたいなのあるでしょ、ね、そうなんですよ、あんなのどんどんみんな出ればいいね、ノルマとかね、俺未だに出てんだけど僕らもそうですよ、ノルマないライブとか、ね、楽しいですよ、本当に、だから自分がその普通にライブハウス見に行くような、うん、ね、お金払ってノルマなしでこうみんなでこうチャレンジとか、うん、ビギナーズライブみたいな、フレッシュライブとかみたいなのがある、オリジナルなんか歌わなくたって別にカバーで全然構わないですよ、全然構わないですよ、楽しい ね, ね, 楽しいよね、そうで、だんだんなんかね、オリジナルやりたくなる、やりたくなる。なんでかっていうと、結局そのカバーって人のふんどして相撲を取ってる感じだから、うんうんうん、ねえ、オリジナルってどんな感じで作りました最初？最初ね、やっぱ最初に作ったのはやっぱ、うん、若い頃だったから。若い頃、その時作った曲未だに歌ってたりするので、もうやっぱなんか。案外最初に作った曲って出来良くないですか？できいいっすよね、うん、なんかいまだにこうなんかこう最初に作ったその時のこの初期衝動っていうんですか、うん、まあ悪く言うとビギナーズラック的な良さありますよね、というかね、その頃と全然変わってない、はい、作ってる歌がだから歌が、ね、あの見劣りしないみたいな、あ、なるほどなるほど、逆にね、あ、コメントすげえ、コメント今日コメント多いな、だって本当だ、あ、油汗本当だしでもいい、だからまあ本当なら分かるけどみたいなね、まあね、輝いてることには変わりないからね、そうだからね、いつまでもその若い時の気持ちがね、保てますわな、うん、曲作りもそうだしステージングもそうだし、ね、あとなんかだん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 なんかこう なんだろう、若々しさを持っていかないとみんなが許してくれないみたいなところありますよね、うん、今日はちょっと動き足りなかったんじゃないのとか、でもね、やっぱね、自分のテーマはね、これからこうもっと年っぽいので、なんかこういい感じになって渋さを足したい、ただあのブルースミュージシャンとかさ、はいはい、こうどんどん渋くなっていくのに、俺はちょっと慣れないと思う、だから、ね、今模索中、どこ行きます、それじゃわかんない、結局ね、あのなんていうの、こう尊敬するというかお手本になるような人がやっぱ見当たらないもんで、はいはい、うん、難しいですよね、いわゆるアメリカンミュージックのミュージシャンとかって、うん、なんかだんだん仙人みたくなってきません、うん、なんかあのこの前そのビーチボーイズの最近のライブ映像とか見ると、なんかいい感じでこうなんかこうでね、うん、こうウエストがふくよかになり、うん、ね、なんか下手するとこうなんかヒゲとかもこんななってたりとかするじゃないですか、うん、そうなんか、それちょっと違うんですよね、かだからじゃあどんなのかって言われるとね、うん、自分なかなかわかんないので、模索中、ポールカートになんかあんま変わんない感じするっすけどね、うん、今度また来るみたいだけど、そう、もういつまでもこうね、若作りもできないと思うから、そろそろやっぱそういう方にシフトチェンジする、うまくね、でもね、歌はきっとこんなんですよ、いやそうですよね、だからどうしようかなって、ああね、難しいっすね、ミュージシャンの年の取り方ね、うん、そう、難しい難しいっすね、うん、なんか、まあ、ミュージシャンって仕事に近いんですよね、いや、音楽やったらみんなミュージシャンですから、ね、はいはい、うん、
そうか、これはこれから私たちの番組でもちょっとこう、そうですね、ね、詰め特集し、うん、そうそう詰めていかなきゃいけないところですよ、うんうん、まあ、これからいろんな、ね、年代の人も出てくるし、逆にその若い人がどう年を取っていきたいかみたいなのもあるじゃないですか、うん、若い人はそんなこと考えてないんだ、どうなんだろうね、俺で大ちゃんとかって、うん、でもねこの人年取ったらどうすんだろうみたいな思うじゃないですかいやそれなりにみんなね、なんかなって、うん、渋くなっていくんですかね、多分ね、ねえ、だからね、そういう、だからこう、ミュージシャンどう年取ろうとか、まあね、私の知り合いにもなんか、平成生まれのくせに異常に年食ってるように見える人とかいるじゃないですか、誰とは言わないけど。ねえ、彼らはね、楽なんですって。だから、20代でもう年取ってると、もうこれ以上俺年取ることないから楽だもんとか言いますからね。俺らみたいにちょっとこう、まあ、若作り頑張ってる系はどうしたらいいんでしょうかね。そうですね。まあ、ええ、若さに反逆みたいな、あ、いいですね、反逆したいですよね、反逆したいですね、それはそれで俺たちにロックンロールかもしれないいいですね、ええ、ね、もうね、もう20分過ぎてあと10分ですよ、あ、ね、やっぱ早いんですよ、早いんですよ、早いんですよ、ライブはどうします、どうします、これから、ね、ライブ活動、4月に、東京の、ですね、新宿に、はい、ソウルキッチンってこうライブバーみたいなとこがあって、はい、そこ音楽評論家のね、鳥居岳さんっていう人がいましてね、もう僕がそれこそ高校生の時ぐらいから音楽ライターでやってる人で、はい、もうそれこそね、なんだろう、ロックのね、いろんな海外のミュージシャンとかインタビューしたりするようなすごい人がやってるお店があるんですけど、はい、4月で来月閉店しちゃうんですよ。あ、そうなんですか。それにね、やっぱりどうしてもちょっと出たいなと思って、オープンマイクがあるので、はい、それにね、ちょっとね、応募して来月出るようにしたので、はいはい、ちょっとね、静岡の人ちょっと見に来れない、まあ、これ全世界で見られますから。あ、そうなんですか。だから、はい、まあ、関東の首都圏の友達とかに出たからちょっと告知もしたからよろしく頼むよみたいな感じでね、うんうんうん、ね、それに出ますし、はい、一応まあ日付が4月の19日の水曜日、はい、新宿ソウルキッチン、ソウルキッチン、はい、ルスルスオープンマイクなんですけども、はい、東京のね、オープンマイクはレベル高いですよ。いやー、すごそうですね。全然、もうみんな上手だから、ちょっと気を引き締めて、やろうかなと思ってますけども。結構東京でやってるですか。いや、やんないです。やんない。でもね、静岡市以外でやったことなくて。すげえ。チャレンジ。それこそね、隣の焼津市とかでも全然やったことなくて。静岡から焼津そんなないですけどね、ライブできるとこね。それでもね。東京のそのところがね、まあやったことあるぐらいかな。はい。ね、どうすか、東京でやるとやっぱ感じ違います？まあ結局出てる人ってね、どこの人も初めての人ってそんな変わりはないから、うん、東京だからっていうのはないんですけど、やっぱりちょっとね、そこ、やっぱ癖のある人がね、来ますから、ね、いいですね、いいですね、楽しみ。だからジミーさんの奥さんと、はい、お友達のね、はあ、ミュージシャンの人がいるんですよ。あ、そうなの、うん、女の人。そう、俺もね、その人と2回一緒にやってるんだけど、はい、あ、奥さんによろしくって言いました、ね、ああ、そうですか、ランチコロさんって人もいるんですけど、ね、ほう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 、奥さんとして なんか癖のある感じの人なんですかね。かなり癖、ね、かなりっすか、かなりっすか、すごい、ジョイのミュージシャンなんで、ほう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 、つながりがな、なるほどなるほど、なあ、すごいですね僕おそらくね、お会いしたことないと思うんですよ。でもね、ジミさんのことやっぱ知ってる、まあおそらくそうでしょうね、いやー、すごいですね。いい、ぜひまたお会いしたらよろしくお伝えください。はい、私もライブが控えておりまして、今度の木曜日、ボスの開けっぱなし部屋、ライバーズウーフーですね、いつもの。はい。そこで、今度木曜日に、7時から、ございます。見る方は、1000円プラス500円で、ご覧いただけるということで、これがなかなかね、出る人がね、今回濃いんですよ。うん、FJ 鈴木。この方は、なんか、まあ、ギター、まあ、霊歴の弾き語りなんですけど、ちょっとニューウェーブ風味が強い方で、なかなか面白い、歌を歌う方なんですけど、あと、坂柱いみりさん、今、ここにございます、津田院の CD のジャケットイラストを描いてくださった、ミュージシャンも音楽活動もされてる、まあ、本職というか、漫画家で、いわゆるガロ系の漫画家さんなんですけどね、
そうなんですよ、すごいアングラな素晴らしい、音楽もアングラ感があふれてる素晴らしい、まあ、やっぱりエレキの弾き語りなんですけど、であのリトモちゃんっていうこの子はあの静岡出身で今あの東京で学生大学生なんですけど、あのこう里帰りしてやってくれます、うん、女の子ですごいもう情念的ないい歌を歌うんですよ、染み入る感じの、若い若いですよ本当に。で私ででウーフのオーナーボスこと深夜さんの弾き語りいいっすよ ね、なんでしょうねあのカバーが多いんですけど、うん、そのカバーするときにそのカバーする曲への愛情みたいなものがすごい伝わってくるんで、僕ねカバー曲も大好きなんですよ、うんうん、だからそのカバーの、まあ、例えばオリジナルよりもちょっと格落ちするみたいな言い方もあるけど、うん、でもね愛情、曲に対する愛情が人一倍すごければね、なんかやっぱね超えると思うオリジナルを、うん、そんな気しますね。でまたウーフーのボスのカバーってウーフーに来るミュージシャンのカバーをしてくれるんですよ。それでだからミュージシャン、そのウーフーのミュージシャンで出入りするミュージシャンでボスにカバーしてもらうと、うん、なんか選抜メンバーに入ったみたいなそういう嬉しさがあるんです。ありがたいことに津田院の曲もね時々カバーしてくれるんですよ、弾き語りで、そうすると、こんなにいい曲だったんだとか思うっていうねそうカバーしてもらうとそうなりますね、でそういうね、だから誰の曲がカバーされるかなみたいなものも、うん、深夜さんの、ステージではなかなか今ね亀山純喜くんっていうね、うん、彼の曲のカバーをして、今すごいいいんですよ、本人が歌うよりいいっていうねやばい状態になってるっていうねそういうのありますね、そんなライブが、30日の木曜日にございます。はい、静岡ではライブ予定はとりあえずないです。はい、また本当、月にね1回やるかやらないかぐらいはい、それこそちょっと昔はね路上もやってたんですけど、ちょっと最近路上やらされないですね。まあ最近では主にはライブハウスサナッシュですよ ね、うん、フォークボールとかあの辺りの、でサナッシュ のウェブとかをチェックするとルースルースさんの名前ありますけど、はい、来月はないです、うん、来月はないですいやもうねルースルースさんのね日当たりはねすごい謙遜されて、僕はちょっと大したことないとか言ってるけど、僕はねすごい癖になるねいい味わいがあると思ってなんだろうな、楽しさとかね、うん、ノリの良さみたいなものがすごくね楽しいですよ、はい、ね。FJ 鈴木さん、名前がコメントに出てきましたけど、アイドルイベントとかにもよく出られる方で、ね、まあ、僕、まあ、言ってみれば僕らみたいなおっさんなんですけど、アイドルイベントに混ざってよくされる、素晴らしいですよね、うん、ね、またね静岡の、ね、そういう個性的なミュージシャンをたくさん体験してほしいという感じでございます。じゃあ、いよいよもう時間残り少ないので、ぜひ最後に一曲お願いいたします。ちょっとカズー、これカズーね、カズーの第一人者に、いやいやいや、ちょっと恥ずかしい、そうハモニカホルダーにカズーを挟むっていうのはハモニカね結局あれが下手でねこっちの方がね、僕もねハモニカホルダー持ってるんですけど、うん、なかなかねこう私アクションが大きいのでハモニカホルダーはなかなか心もとなくて使ったことないっていうねじゃあ最後に曲を、はい、あ、じゃあ曲紹介をお願いします、はい、お前はアベコベガあべこべ話が全く噛み合わない。
さっきまで笑っていたはずなのに、お前はふいとそこを向いて出て行った。ちくしょう、なんでだろう、どうしてもお前のことをバカにさ、ちょっと可愛いからっていい気になっているんじゃない。明日が見えない夜もあるけど、俺はお前のことをずっと好きでいたいんだ。デコボココンビは相性がいいって言うけど、俺とお前のおしばらくは最悪だって。悪態ついてばかりのお前、旅行の行き先も全く正反対、どこ行くの。おい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 、マジで話したいのさ、素直な気持ち教えて。お前に会うたびにいつもこんな気持ちさ、俺の靴ひもをすっと結んでくれる、そんな可愛いことできるお前にもうぞっこんなんだ。あべこべ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 、お前はあべこべじゃん。イエ、どうもありがとうございました。お前はあべこべがある、生かした生かした歌でした、はい、ありがとうございます。はい、ジミーと生かしたやつ第89回、ゲストはミュージシャンのルース・ルースさんでした。イエ、ありがとうございました。この後は最後の撮影会、もうちょっとそのまま